隠れ家的インテリアショップのジュイエです。北欧カラーを使ったセルフリノベーションをご紹介します。 DIY ツアースタートします。今回は北欧風なのにかっこいいがテーマです。今回は建具の色を生かしたデザインにしました。使い勝手のある大きな棚を取り付けています。ラタンのカゴを置いたり、キッチン用品を置いたり、イメージができるのはいいことです。キッチンは建具の色に合わせてリメイクシートを貼りました。キッチンパネルはホワイトに。赤色の鍋やケトルを置きたくなるような空間に。トイレはシンプルに居室スペースと違った雰囲気にしました。北欧カラーアイカでペイントしてます。思ってた色より青みがかった感じです。もう少し淡いグリーンをイメージしてましたが、いい色味でした。居室は北欧カラー、ランプ、キッチン側も同様です。少し遊びを入れたかったので北欧カラーアイカでラインを入れてます。フロアは全面クッションフロアを施工してます。照明はスポット3個にダクトレールファン。前回の DIY の色違いで取り付けています。前回はホワイト、気になってたと思います。はしご。この部屋にはロフトがあります。なんと可動式で階段になります。手前に引くだけで階段に。はしごより安全で使わないときは収納できるアイデア階段。ロフトも居室と合わせてラインを入れています。ライン部にフレームやグリーンを飾ると映えると思います。ロフトスペースは立てるくらいの高さがあり、広めのスペースです。階段を出した感じも絵になるんですけど邪魔です。閉じるとインテリアみたいになるのも面白いです。簡単にディスプレイしていますが、配置を変えたり雑貨を変えるとまた雰囲気が変わります。いろいろな雑貨を合わせてみたいですが、住む人がイメージできるように最小限でディスプレイしています。この動画のシリーズが見たいと思った方は高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。